レイン・トーマス・ステリー、出生名レイン・ラザ・フォード・ステリーは、アメリカ合衆国のシアトル出身のアリス・イン・チェインズのリードボーカル。レインの歌声は、麻薬と形容されるほど癖のある歌声で、当時のグランジ勢の中でも、特別に異彩を放っていた。スピードボールによるオーバードースに手死去。ワシントン州カークランドで生まれ、両親がコレクションしていた音楽を聴いて育つ。 影響を受けた音楽は、ハードロック、ヘビメタルであり、ブラックサバス、ディープパープル、ジューダス・プリースト、バンヘーレン、マーシフル・フェイトなど多数を好んで聴いていた。また、ミニストリーや、スキニー・パピーなど、インダストリアルロックや、ローズ・オブ・ザ・ニュー・チャーチのようなポストパンクも好んでいた。1984年にグラムメタルバンド、スレズを結成し、1986年の、 全身バンド、アリス・ N ・チェーンズを経て、1987年にアリス・イン・チェーンズを結成する。深刻なドラッグによるトラブルを抱えており、93年の日本ツアーでは、六本木にて、ブルドーザーであたりの看板をなぎ倒したこともある。ダート発表後のツアー以降ドラッグ中毒が悪化したと言われている。ドラッグによる衰弱は、年を経つにつれ目立つようになり、 マットシーズン参加時の映像とアリス・イン・チェインズのアゲインのプロモーションビデオを比較してもレインの衰弱が激しくなっていることがうかがい知れる。なお、ウィーダイ・ヤング・マンイン・ザ・ボックスのプロモーションビデオではパワフルに動くレインを見ることができ、5年という魔の変貌ぶりに驚かされるものがある。ドラッグによる影響で手の指がエ死し,したと一部報道がされたが、レイン側から そのような事実はないと発表された。ちなみにマッドシーズンのメンバーであるベーカーも1999年にドラッグのオーバードースで亡くなっている。2002年4月15日、レインの会計士から2週間以上口座から金が引き出されていないと連絡を受けた母親が警察を伴って訪れた自宅でレインは遺体となって発見された。 発見時の体重は 39kg であった。1995年生還を発表。この他、ジョン・レノンのトリビュートアルバムワーキングクラスヒーロー、A トリビュート2ジョン・レノンで、兵隊にはなりたくないから、I don't want to be,A soldier をカバー。2015年から1月30日に、シアトルで人夜限りの再結成ライブを行った。VO のレインは死去していたために代役に、 クリス・コーネル。1998年パラサイトのサウンドトラックで、ピンク・フロイドのアナザー・ブリック・イン・ザ・ウォール、アナザー・ブリック・イン・ザ・ウォールをカバー。ありがとうございます。